目に見えない怪物、能の現代化、加藤道夫戦後になってからあまり見なくなってしまったが、学生時代には僕もずいぶん足しげく能楽堂に通ったものだ。しかし、正直に言うと僕自身、能の世界に入り込めるようになるには、だいぶ時間がかかったようである。初めのうちは退屈で 居眠りりをしたりしたた覚えもある。ところが次第に能の魂みたいなものが分かってきたいい脳とつまらない脳の区別がはっきり分かってきた脳も結局曲と演者でこの2つがぴったり息があった時初めて醍醐味が出てくる何か目に見えない怪物のように異様な実在感が舞台いっぱいにみなぎって我々の心を打つ 曲はやはやりゼアミのものもにそれが一番あると思った。演者で好きなのは亡くなった万三郎氏と現在では六平たちである今でも好きな人がいい曲をやると時々見に行くが芸の熟さない人のを見ると同じ曲でも全然うつろな感じで退屈してしまう何もない舞台で決まりきった展開法で単調な歌い方と生やし方だけでやる 極めて原始的な演劇形式だから、実に率直に作者と演者の内面が舞台に反映する。内面の充実のない曲は、どんなに紆余曲折があっても面白くない。同様に、どんないい曲でも演者の意識が十分充実していないと、目に見えない怪物は姿を現さない。ここでは想像力が純粋にその役目を果たすのだ。 だから見る者にも演ずる者にも能舞台ほど率直な試験台はない文学的に見ても洋曲の語彙などさして広範なものではないのに同じような言葉を使って同じ節回しで歌ってはっきりと何者かが生きている曲と何者も生きていない曲とがある前者の方がむしろまれであるがその生きているものには今の世の我々も感動できるのだから 脳は現代でも生きていると言えるだろう。ただ、現代においてその生きているものを捕まえるには、能舞台そのものがあまりにも我々の生活から遠いのであり、脳の形式そのものがあまりにも現代的でないのである。能の現代化ということは、能舞台からあの目に見えない怪物を感じ取った人なら、誰しも考えることだろうが、 ただそういう話が出ると脳があまりにも貴重な異物のように見えてくることとそのつかみ取った本質的なものがあまりに純粋なので皆おじけを感じて尻込みしてしまうらしいのだ三島君は恐れることなくこの実践に乗り出した最初の勇敢な人である彼はまず脳のシチュエーションを現代風俗の中に移し植えることから始めた それも一つの方法であろう。彼の簡単や綾のつづみや外箱小町は極めて我々に身近な風俗を着て展開される。そうなれば能はより面白くなることを受け合いだが、それだけに危惧も多い。なぜなら、そういう現代の風俗の中に純粋の怪物を見つけ出すことは、なお一層困難なことだからである。